契約金2000万円が実は300万円。GG 佐藤が明かすプロ野球とお金。プロ野球で1億円稼いだ男のお金の話、GG 佐藤。昭和のプロ野球では、年俸1000万円が一流選手の証し、証だった。それが3000万円になり、1億円に上がっていき、現在では。 4億円以上の年俸を稼ぐプロ野球選手が何人もいる。しかし、プロ野球選手には選手寿命がある。どんな素晴らしいスターも衰えと無縁ではない。能力や成績が年俸に見合わないと判断されれば戦力外を通告され、移籍先が見つからなければ、ユニフォームを脱ぐことになる。その時には当然、年俸はゼロになる。プロ野球で、 天国と地獄を経験した元プロ野球選手にお金にまつわるさまざまな話を徹底的に聞くシリーズ企画。第1回に登場してもらうのは埼玉西武ライオンズ打線の主軸を担い北京オリンピック日本代表でも活躍した GG 佐藤氏。契約金や年俸の推定は正しいのかグラウンドに銭が落ちているは本当かなぜ 大金は身につかないのか球団との年俸交渉の実態はそして、お金よりも、大切なものは何なのかルーキー時代の GG 佐藤。安い契約金に、やってやると、燃えていた。プロ野球ほど儲かる仕事はないわ、本当か埼玉西武ライオンズ時代に、年俸1億円を突破した GG 佐藤さんですが、 プロ野球選手になるとき、これくらい稼いでやろうという目標はありましたか佐藤、サラリーマンの生涯年収が3億円ぐらいだから、プロになるなら3億は稼げと、周りの人には言われました。NPB で9年プレーして、それはなんとかクリアできたかな佐藤さんは、2003年ドラフト7巡目でライオンズに入団しました。ある資料によれば、いずれも、 推定で契約金2000万円、1年目の年俸は700万円とされていますが、実際の金額は佐藤、年俸はそのくらいですが、契約金は全然違います。プロ野球選手にとって、前払いの退職金みたいなものだから、使わずにためとけよと言われるんですけども、私の場合は少なかったですね。本当は、300万円でした。 そんんななに少ないんですかあまり期待されていなかったのでしょうか。佐藤、だからこそ絶対にやってやろうと思いましたね。現在の1軍最低年俸は1,500万円ですね。でも佐藤さんの1年目は700万円。佐藤一軍に上がれば1軍最低年俸に足りない分を日割りした金額が1日ごとにチャリンチャリンと入ってきます。もし。 開幕から最後までずっと一軍にいることができれば1500万円になります。佐藤さんは1年目の2004年に45試合出場しましたから700万円にかなりの金額がプラスされたということですね。佐藤でも翌年の年俸交渉のベースはあくまで700万円でした。だからレギュラーにならない限り 年報はなかなかか上がっていきませんね1年目にもらったのは1,000万円か1,100万円くらいだったと思います。佐藤さんが「俺もやっとプロ野球選手になれたと思ったのはいつ頃のことですか?」。佐藤お金が貯まってきたなと感じたのは年俸3,000万円を超えたあたりからお金が入ってくれば来るだけ使ってしまうものなんですけど。 それでも3000万円くらいやればかなりたまりますね。自分に対してやるね、お前もと思っていました。笑い。でもプロ野球選手は出て行くお金も多いんじゃないですか佐藤選手の中には個人的に運転手をつける人もいましたね。みんな食事や体のケアなどによりお金をかけていました。佐藤さんは 日本でプロ入りする前にアメリカのマイナーリーグを経験しています。俗にハンバーガーリーグと呼ばれるマイナーでは本当に毎日ハンバーガーばかり食べているんですか佐藤、はい、本当です。月曜日はマクドナルド、火曜日はウェンディーズ、水曜日はケンタッキー、木曜日がバーガーキングで、金曜日はタコベル。で、 土曜日ににマクドドナルドに戻るの繰り返しです。これマジですでもアメリカ人はすごくて店によってポテトがちょっと違うだけで今日のポテトうまいねって喜ぶんですかっこ笑いそんな食事で力を出せますか佐藤アメリカの選手は大丈夫なんですよね私はシーズンが終わる頃 15キロから20キロくらいは痩せましたが、彼らは体重もパワーも落ちない。ナイターが終わるのが22時とか23時ですから、その時間に開いている店は、ファストフードくらいしかないんですね。店に、チームのバスを横付けして、なんか買ってこいと。食料を確保したら、すぐに、次の場所に移動です。それと比べれば、日本のプロ野球は天国ですね。 佐藤、寮もあるし、朝昼晩の食事に加えて夜食も出るんですよ。それでいて、寮費は月額3万5千円くらい。お風呂にはいつでも入れるし、アイシング用の氷はあるし、ドリンク類も揃っているし、プロテインもあります。最高の待遇です。寮のすぐそばにグラウンドがあって、いつでも練習もできます。佐藤、練習しようと思い立ったら、 1> 1分後には始められますでも、ライオンズの寮は、私がいた頃も古かったですけどね。その寮には、何年間いましたか食費込みの寮費が3万5,000円なら、お金は貯まりますよね。佐藤、私は、2年間いました。3年目も痛かったんですが、いい加減にしろと言われてしまい、ルール的に許されるなら、ずっと痛かった。 野球をやるには最高の環境だし、お金も貯まるし、プロ野球選手はレギュラーにならないと年俸は上がらないというお話でしたが、佐藤さんの場合はいかがでしたか佐藤、1年目のオフから、いきなり契約交渉で保留した選手は、私が初めてだったそうです。日本プロ野球で史上初。だから、銭げ場と言われるんですよね。 球団の人には本当に保留するのかと何度も聞かれました。球団の人は面倒くさいやつだなと思ったでしょうね。佐藤、そうですね。アメリカナイズされていたっていうのもあるし、やった分はもらわないとという思いはありました。プロ四年目の二千七年は、三十六試合に出場して打率二割八ブレーリン、十五本塁打、十九打点。 立派な数字を残したオフに調停騒ぎが起こりました。佐藤、やっとレギュラーになって、年俸3700万円から希望金額まで上げるのに、6回くらい保留しました。それで、調停までもつれそうになって、交渉のために代理人を立てたのは、ライオンズでは私が初めて。代理人にお願いして、6回保留した挙句大騒ぎになりました。 保留している間、球団からの提示金額は変わりましたか佐藤、美太一門、動きません。何をどう交渉しても、一円も上がらない。最初の金額のまま、ずっと平行線。でも、結局、調停まではいかなかったんですよね。佐藤、あの時は、感情ばかり行き違っちゃってましたね。でも NPB に 調停の申請に行ったら NPB の人がライオンズの人に揉めているみたいだけどこの程度の金額で調停するのはやめなさい来年の4番バッターなんだからちゃんと払うべきじゃないですかと言ってくれたんですよいわば示談を勧められてやっと上がったんですね佐藤 NPB の人に歩み寄りなさいと言ってもらったおかげですでも年報で揉めても お互いいにあんまりプラスはないですよね。球団は支部賃だと思われるし選手は銭げば扱いされて長い目で見ればメリットはあまりなかったと佐藤そうですね頑張った時には頑張った分だけお金をもらった方がいいと思うんですがあまりやりすぎると球団に残れなくなるんじゃないかと考えるから揉めることを避ける選手が多いですね 円満な関係を保っていてクビになった時には面倒を見てくださいねというパターンが多いプロ野球選手にはグズッズ収入という副収入がありますがどういう仕組みなんですか佐藤プロ野球選手は肖像権に関する契約を球団と結んでいます T シャツ1枚当たり何パーセントという具合に決まっていて年俸の3分の1くらいの金額が入ってきます パワプロみたいなゲームの収入もありますこういう副収入は人気の選手になればなるほどたくさん儲かりますね。GG 佐藤。1978年、千葉県生まれ。本名、佐藤隆彦。東院学園、法政大学を経て、アメリカマイナーリーグのフィラデルフィア・フィリーズの 1A でプレー2003年ドラフト7巡目で。 西武ライオンズから指名を受けた。2007年からレギュラーになり、3年連続で20ホームラン以上を記録。2008年には日本代表として北京オリンピックに出場した。2011年限りでライオンズを退団。2013年、2014年は千葉ロッテマリーンズでプレーした。通算成績は、 587試合に出場して打率2割7分6厘88本塁打270打点現在は株式会社トラバース千葉営業所所長を務めているトークイベントプロ野球で1億円稼いだ男のお金の話